エフスティグネイ・パトビチ・フォミー・イン1 8 0年四月十六日は、十八世紀後半の訂正ロシアの作曲家。十八世紀末から十九世紀初頭にかけては、ロシアオペラの早々期と言える時期にあたり、ロシアでは、イタリアやフランスの有名作曲家の作品と並んで、バシー・リー・パシケービチ、ミハイル・ソコロフスキー、アレクセイ・ティトーフ、ステパン・ダビドフラロシアの作曲家によるオペラや、 バレエ作品が上演された。この中で、ホミーンは短く不遇とされる生涯にもかかわらず、18世紀のロシアオペラ作曲家として最も傑出した存在とみなされている。サンクトペテルブルク生まれ。父親は砲兵だったが、ホミーンが6歳の時に亡くなり、サンクトペテルブルク芸術アカデミーの幼年学級に入って歌とクラビコードを学ぶ。 アカデミー本家に進み、ドイツ人作曲家、ヘルマン・ラウパフ・ハラに支持する。1782年にアカデミーを修了し、その才能を認められたホミーンは、音楽留学生として、イタリア・ボローニャに派遣された。ロシアからの音楽留学生としては、マクシム・ベレゾフスキー、ドミトリー・ボルトニャンスキーらに次ぐ4人目である。ボローニャでは3年間の研修を経て、 作曲家マエストローの称号を与えられ、1785年に帰国する。翌1786年、ロシア皇帝エカチェリーナ2世の台本に基づくオペラ、ノブゴロドの勇士、ボエスラビチを作曲、初演したが、その後宮廷劇場の記録にホミーンの名前が登場するのは11年後、パーベル一世即位後の1797年であり、この上演は、 失敗に終わったと見られる。その間、1787年に、タンボフで、ホミンが作曲した、オペラ、カエウマ書の漁者たちの台本が出版されている。当時タンボフの知事に、文学者ガブリーラ・デルジャービンが就任しており、デルジャービンは、カエウマ書の漁者たちの台本を担当したニコライ・リボフと、義兄弟の関係にあったことから便宜が図られたと、考えられている。 タンボフでは、フォミーンのもう一作のオペラ、夕べのつどい、または娘たちよ占いをしなさいの台本も、出版されたが、音楽は失われた。なお、リボフは、ロシア民謡の収集に力を注ぎ、1790年に、チェコ人音楽家プラーチと共に100曲からなる、リボフ・プラーチの民謡集を出版。ドイツではベートーベンが自作の弦楽史重奏曲にこの、 曲集から戦律を採用するなど、ロシア国内外に大きな影響を与えた。1797年に、フォミーンは、サンクトペテルブルク宮廷劇場のコレペティートル兼、作曲家として採用されている。この結果、歌手たちの教育、訓練に某殺されたらしく、オペラ、アメリカ人が上演されたのは、彼の死の年1800年2月のことである。 18世紀の後半に生み出された最初期のロシアオペラは歌付き芝居であるジング・シュピールの様式にオペラ・ブッファの要素を取り入れたものであった。フォミンが作曲したカエウマ書の業者たちはロシアの濃度性を扱った一幕もののコミックオペラでニコライ・リボフの台本によりサンクト・ペテルブルクで初演された。民用的素材を用いた音楽やポリフォニックな合唱により 18世紀ロシアオペラの代表作に数えられている。これと並んで、オペラ、オルフェーは、序曲をはじめとした音楽に劇的な表現力を持つ、気楽様式を確立した点で、重要視されている。このほか、金のリンゴ、ヤロポルクト・オレグ、アメリカ人などのオペラ作品がある。16世紀スペイン征服時代の南米を主題とした、アメリカ人では、エカチェリーナ2世から、 台本の書き換えを命じられ、オペラ作品に対する検閲制度につながった。フォミーンには、教会音楽や彼の作かどうか疑わしい作品も、ある。ミハイル・ソコロフスキーが作曲した、オペラ、コナヤは、魔法使いで、詐欺師で、ナコードは、後に、フォミーンが改作しており、1884年に、出版された際に作曲者として、フォミーンの名前が記されたために、 その後、長い間ホミーンの作品とされていた。ありがとうございます。